こんにちは。清くず太くしたたかに3日で読めるトップが強運であり続けるための人間学読本、ヨーロッパ英雄小説作家日崎貴文です。ヨーロッパ史の英雄に学ぶビジネス強運のつかみ方、一日一元心に突き刺さる言葉、今日も強運になれる言葉をご紹介していきます。今日ご紹介するのはイングランド女王エリザベス1世のこの言葉。この婦人の体内には10万の悪魔が巣くっています。こういう女王を相手に交渉しなければならないのはひどく手強い仕事です。スペイン大使が本国への報告書で女王を評した言葉。一見派手な印象が強いエリザベス1世ですが、その政治手法はとても地味。のらりくらりと先延ばしして時を待つ、日本の戦国武将で言えば徳川家康の女性版といったところ。しかし交渉相手としてはとてもタフ。相手から悪魔呼ばわりされるのは最大級の賛辞。いい人というだけではリーダーは務まりません。今日はエリザベス1世の言葉をご紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございます。